クイントス・ポンペイウスは、紀元前2世紀中頃の共和制ローマの政治家、軍人。紀元前141年に、コンスル、紀元前131年にケンソルを務めた。カピトリヌスのファスティによれば、ポンペイウスの父のプラエノーメンは、アウルスである。ポンペイウスの祖先に関する情報は、これのみである。キケロによれば、ポンペイウス家は、取るに足らない、あまり知られていない家系で、 彼のキャリアにおいて先祖の功績に頼ることができなかった。彼の父親がフルート奏者だったという噂さえある。したがって典型的なノースホモである。ポンペウスの誕生年は紀元前184年と推定されている。初期の経歴に関しては不明であるが、キケロは多くの人々の敵意、最大の危険、急暴を乗り越えて最高の栄誉を達成したと述べている。 現代の研究者は、ポンペイウスをスキピオ派の一員と見ている。彼らは、家族や友人関係、ギリシャ文化への愛、恩健な改革志向などで結ばれていた。ポンペイウスはスキピオ派の指導者である、ブブリウス・コルネリウス・スキピオア・エミリアヌス・アフリカヌスと、ほぼ年齢が同じであった。当時のウィリウス法の規定から、ポンペイウスは遅くとも、 紀元前144年にはプラエトルを務めたはずである。アッピアノスは紀元前143年にローマの将軍クイントスがルシタニア人の指導者ビリアトスとヒスパニアで戦い敗北したとしている。これが正しければポンペウスはプロプラエトルとしてヒスパニアに出征したと考えられる。またアッピアノスはギリシア人であることもあり。 個人名のクイントゥスと種族名のクインクティウスを混同している。つまりこの人物はポンペイウスではないとする説もある。いずれにせよ、この頃までにポンペイウスは庶民の人気を得ており、これを背景にして、紀元前142年の末に失政官を選挙に出馬して勝利した。ポンペイウスの性的には、ルキウス・フリウス・ピルス、グナエウスとクイントゥスのカエピオ兄弟、 クイントス・トルキウスのメテルス兄弟、トーンがいた。ポンペイウスは出馬の時点では、自分は当選の意思はなくスキピオア・アエミリアヌスの親友であるガイウス・ライリウス・サピエンスを支援すると称していたが、これは偽りであった。最後の瞬間に、ポンペイウスは自分に有利な票を集めていたことが判明した。プルタルコスによれば、これを知ったスキピオア・アエミリアヌスは、 フルート奏者の助けをこんなにも待っていたのは愚かなことだと笑ったという。その後、彼は、ポンペイとの友情を断固拒否した。ポンペイウスの同僚執政官は、その政敵の一人であるグナイウス・セルイリウス・カエピオ、出会った。元老院特別令により、ポンペイウスは、ヒスパニア・キテリオルに派遣されることとなり、グナイウス・カエピオの担当地域は、イタリア本土となった。ジー・サイモンは、 この特別例が、民会からのものだった可能性を示唆している。カエピオ兄弟は、間違いなく、これを防止しようとしたが、成功しなかった。ポンペイウスはカイロを使って認知に到着した。ケルティベリアの近くで、前任者のクイントスカエキリウスメテルスマケドニクスから、不評3万と、騎兵2000からなる軍の指揮を引き継いだ。マケドニクスは、失政官、さらには、プロコンスルとして、 2年間、ケルティベリア人と戦い、大きな成功を収めていた。平地部においては、ローマに服従していない都市は、ヌマンティアとテルマンティアの2つだけとなっていた。紀元前153年から反抗を続けるヌマンティアのダッシュが、ポンペウスの主任務であった。ポンペウスは、ヌマンティアの近くに野営地を設営した。ある日、馬に乗って、野営地から出たポンペウスを、ヌマンティア軍が追尾。 これを攻撃した。ローマ軍は軽微な損害を負ったが、ポンペイウスは野営地に戻った。その後直ちに軍を出撃させ、兵地部に陣を敷いた。ヌマンティア軍はローマ軍に向かって下ってきたが、自軍の残酷と策に誘い込むため、配送を装ってとゆっくりと交代した。ローマ軍は数には勝っていたが、兵士は連日の小競り合いで疲労していた。ポンペイウスは、 ヌマンティアを簡単に攻略することはできないと考え、目標をテルマンティアに変更した。しかし、ここでも兵700を失い、トリブヌスミリトムの一部隊が敗走した。ローマ軍は岩場に追い込まれ、多くの兵士や馬が崖から落ちた。残りの者はパニックに陥り、武器を持って夜を過ごした。夜明けには敵が出てきて、通常の戦いがついた地中続いたが勝敗は、 つかなかった。やがて夜になったために戦闘は終了した。ポンペイウスは勝利を宣言したものの、結局は退却した。ヌマンティアの移行ポンペイウスはマリアの攻略を新たな目標とした。数日間の包囲の末、マリアは降伏を決意した。交渉の最中、ポンペイウスはマリアを守っていた400人のヌマンティア、兵を差し出すよう要求した。マリア側はこれに同意したが、 これを知ったヌマンティア兵は夜になって住民を攻撃した。この騒ぎを聞いたローマ軍は町を占領し、ラグニは破壊され、貴族は皆殺しにされた。ポンペイウスは生き残った200人のヌマンティア人を解放したが、これは一部は同情のためであり、一部はヌマンティアとの講和を望んでいたためである。この年の終わりまでにポンペイウスはローマに 友好的なセダタニア人を襲っていたタンギヌスを狩領とする盗賊を討伐した。多くの盗賊たちは捕らえられ、奴隷として売られた。冬の間、ポンペイウスはエデタニアで投影した。紀元前140年、ポンペイウスは全失聖官としてインペリウムを維持し、引き続きヌマンティアと戦うこととなった。春を待って、ポンペイウスは再びヌマンティアを包囲した。 今回は町を外界から完全に遮断し、食料を不足による降伏を狙った。封鎖を完全なものとするため、近くを流れる川を迂回させようとした。しかし、ヌマンテア軍は果敢に出撃し、その度に工事を行うローマ兵は退却を余儀なくされた。結果、完全な封鎖は実現できず、兵の消耗のため軍の戦闘力も低下していった。加えて、 例下の兵士の多くはすでに6年間もヒスパニアで戦っていたため、これらベテランを経験不足の新兵と交代させねばならなかった。結局、年末までに何の成果も得ることができなかった。退却を避けるため、ポンペウスは野営地で東映に入ったが、これが損害を拡大した。ローマ兵は寒さ、病気、さらにヌマンティア軍からの攻撃などで大量に死んでいった。 結局、ポンペイウズは軍をいくつかの都市に撤退させなければならなかった。一方で、ヌマンティアとテルマンティアの住民も長引く戦争に疲弊しており和平交渉を望んだ。ポンペイウズは表向きは降伏を要求したが、密かに情報に合意した。ポンペイウズは捕虜、脱走者、人質の引き渡し、加えて9000枚のマと3000枚の比較。 800頭の群馬、銀30タレントと引き換えに、ケルティベリアをローマ人の友人であり、同盟者と認めた。紀元前139年、新たな執政官、マルクス・ポピ、リウス・ライナスが到着した時には、講和条約をすでに締結されており、賠償の一部を受け取るだけとなっていた。しかし、ポンペイウスは、ラナエスに対し、自分は、ケルティベリアに情報しておらず、 ローマが受け入れるのは幸福だけだと宣言した。ライナスの目の前で、ポンペイウスとヌマンティア側が抗論となった。ポンペイウスは合意はないと言い張り、ヌマンティア側は、プリフェクトスか、トリブヌスミリトゥが承認だと主張した。結局ライナスは、ヌマンティアの代表者をローマに送ることとした。ポンペイウスもまた、ヒスパニアを離れた。元老院は、ポンペイウスとヌマンティアの双方の言い分を聞いた。 ポンペイウスは依然としてセルティベリア人に情報をせず保証も与えず代わりに無条件降伏を受け入れたと主張していた。ヌマンティア側は合意について語った。歴史学者ジーサイモンはポンペイウスが無実であることを誰かに納得させることができた可能性は低かったと示唆している。不運なポンペイウスの多くの性敵が彼の行動を激しい言葉で非難し彼を ヌマンティアに引き渡すべきと要求した。ポンペイウスは自分の政治生命だけでなく、生命そのものが危機にさらされていると認識し、自分を猛然と擁護した。ワレリウス・マクシムスは、ポンペイウスの演説から引用していると思われるが、ポンペイウスは、前任者のメテルス・マケドニクスは、ポンペイウスに軍を引き渡す前に、動員を解除し、食料の略奪を許し、 やややりさえも壊したと主張したとする。このようにして、ポンペイウスは、前任者の悪意に責任を押し付けようとした。元老院議員は戦争の継続を決定した。法王を遵守していることを見せるために、彼らはポンペイウスを違法な条約を結んだ、罪人として、ヌワンティアに引き渡すことを提案した。この法案は民会にも提出されたが、この時点でも、庶民の間では、 ポンペイウスの人気は高かった。ポンペイウスは自分の話がより真実であると人々を納得させることができ。その結果、法案は却下された。一応ヌマンティアの件では、有罪は免れたものの、ポンペイウスにとって話はそれだけでは終わらなかった。紀元前138年、ポンペイウスはカエピオ兄弟とメテルス兄弟から、強括事件の被告人として告訴された。 基礎の正式な理由は不明である。キケロとバレリー・マキシム・ワレリウス・マクシムスは、ポンペイウスの反対派の影響力が、裁判官に期待された影響を与えなかったと、報告しており、無罪判決が下された。紀元前137年、ヒスパニア・キテリオルで、執政官、ガイウス・ホスティリウス・マンキヌスが、ヌアンティアとまたもやはずべき協定を結んだとの報告が、ローマに届き、 元老院は再び、ポンペイウスのことを思い出した。マンキヌスは、元老院に対して、自分を正当化するために、ポンペイウスの行動のために、自分の軍が機能せず、彼が被った敗北は、救助役違反の当然の結果であると主張した。元老院は、マンキヌスをヌワンティアに引き渡すことを提案したが、これはポンペイウスが無罪となったことと矛盾する。このため、マンキヌスも、 無罪を勝ち取るか、あるいはポンペイウスが新たに有罪とされる可能性があった。しかしマンキヌスはこの状況を利用することができず、ヌアンティアに引き渡されることとなった。ポンペイウスはまたも処分を免れた。紀元前136年、ルキウス・フリウス・ピルスが失政官に就任するが、ポンペイウスはピルスの強烈な性敵であった。ピルスの担当地域はヒスパニア・キテリオルであったが、 ピルスは過度の欲望を持っているとして、不仁を妨げようとした。結果としてピルスはポンペウスを特使に任命し、ポンペウスは再びヒスパニアに赴くこととなった。旧来からの政敵であるメテルス・マケドニクスも、この任務に選ばれた。この時から、ポンペウスが、ハンスキピオ派に接近し始めたとの節もある。紀元前133年には、ポンペウスは、 元老院を支持し、古民間、ティベリウス・センプロニウス・グラックスの改革に反対していた。ポンペイウスは、自分は、ティベリウスの隣人であるため、ペルガモンのアッターロス三世がグラックスに王冠と紫の衣を送ったことを知っており、これをグラックスが王位を狙っている証拠であると、民会で発言した。グラックスは、 アッタロス王の遺産をローマ市民に分配するつもりだと反論したが、ポンペイウスは5民間の人気満了後、グラックスを裁判にかけると誓った。ただし、これは紀元前132年の5民間に対する発言との説もある。紀元前131年、ポンペイウスはその政治歴の頂点に達する、ケンソルに就任したのだ。同僚は、 クイントスカイキリウスメテルスマケドニクスであったが、観察官が二人ともプレブスというのは史上初めてであった。言動員ヒットは当初アッピウス・クラウディウス・プルケルが任命されたが途中死去したためルキウス・コルネリウス・レントルス・ルプスが変わった。ポンペイウスは晩婚であったと思われる。キケロはクワエストルで死んだガイウス・シキニウスをポンペイウスの孫としているが、これが正しければ、 娘が言ったことになる。ポンペイウスの息子は、紀元前88年の失政官、クイントス・ポンペイウス・ルフス、または、紀元前132年の五民官、クイントス・ポンペイウスとの説がある。古代の著述家は、全員が一致してポンペイウスが、ケルティベリアと結んだ条約を恥ずべきものとしている。キケロによると、ポンペイは、心に、慎重さを内在していた。 この資質のおかげで、彼は、ヌマンティアとの戦争後の困難な状況から抜け出したが、同時に彼は良識、恥と言葉への忠誠心を失った。その結果、ポンペイウス個人だけではなく、共和国全体が、道徳的に衰退した。キケロはポンペイウスを、狡猾な悪役と呼び、ヌマンティア人との合意を否定したことに関連して、彼に次のように述べている。このような人物は、 結局のところ、何も恐れていない。しかしまず第一に、両親の過剰を感じないが、彼にとっては両親を抑えることは難しくなのだ。結局のところ、陰徳主義とか、不誠実と言われるものは、自分を責めることからはほど遠いのである。さらには、誰か他人のはずべき行動に苦しめられているように、見せかけることすらあるのだ。これは才覚と言っても、過言ではない。 キケロ、善と悪の究極について、2、54、もっとも、歴史家ーサイモンは、この出来事の道義的責任は、元老院にも等しくあるとしている。エヌ・トゥルーキナは、ポンペイブースの知性、器用さ、一般的な非凡さに注目しているが、自身のキャリアに対する狭い視点が彼のエネルギーを吸収したと述べている。結果として、彼は偉大なな政治家になることはできなかった。 ありがとうございます。